さて今度は愛知県から静岡県に行きまして、ますます華やかだった京都からどんどん離れていくわけなんです。そうするとどんどん田舎じみてきてですね、まあ自然が豊かといえば聞こえがいいんですが、すごくもう恐ろしいぐらいの自然があるんですね。あの道はどんどん細くなっていって、この道でいいんだろうかもうわからないし、そして人も少なくなっていって、どんどん暗い、もう森が茂っていてね、どんどん暗い道になっていく。さてこのエリアはですね、宇都の山、静岡県の中の宇都の山というエリアなんですけれども、これから山道に入っていこうというところで、もう果たして生きて帰れるんだろうかというレベルで恐ろしい場所なわけです。さてそんな中ですね、道の向こう側から、仏教の修行僧が歩いてくるんですね。それで目が合って、あどうもなんつって、あの向こう側から聞かれるんですね。あのなんであなたはこんな道を通っていくんですか、あなたたちのような人がと。それで、まあ、そうやって会話をしていくうちに、あれこの修行僧知ってる、あ京都で会ったことある人じゃんと気づいてですね、あであれば京都のあの愛しいあの人に今手紙を書きますから、ちょっとあの渡しておきますから、あの京都帰った際にですね、その愛しいあの人に渡しておいてくださいという、お願いをするんですね。それで手紙を、書くということで、そこに和歌を書き留めるわけですね。それが、読み上げます。駿河なる宇都の山辺のうつつにも夢にも人に会わぬなりけり、ですね、もう人がどん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 いなくなっていく、いない地域に入っていくもんですから、もう寂しすぎてですね、夢の中ですらもあなたに会うことはないでしょうねという、非常に気持ちがあの落ち込んでいる、暗くなっている気分の表現という歌なわけです。はい、このようにしてですね、京都から遠ざかっていく旅の中で気持ちがどんどん落ち込んでいく、旅の主人公なのでした。はい、それでは、一行はですね、静岡県の中でもうちょっと進みまして、東に進んでね、で、あの富士山のよく見える場所に来ました。で、そこでですね、もう春も終わり頃だっていうのにね、もうすごく暖かくなってきてるっていうのに、富士山にはね、すごく綺麗に白く雪が降り積もってるわけですね。でそれで見て、うわすごいなっていうことで、あの主人公が歓喜を待ってまた歌を読んじゃうんですね。そこで読んだ歌申し上げます。時知らぬ山は富士の音いつとてか、鹿の子まだらに雪の降るらむ。これ意味はですね、もう季節関係なく雪が降ってて、もうすごいなと。そしてあの鹿の子供のね、背中っていうのはまだら模様なんですけども、そういった背中みたいにあのまだらにね、雪が降ってて、まあすごいという歌なんですね。まあ、今で言うと別に富士山が白いの当然ですよね。あの写真でも動画でもね、テレビでも、もう富士山なんてよく出てきますし、上が白いの当然だと思うんですけども、京都の人たちは全く見たこともないから、なんでこんな、今でも白いの、こんな暖かいのにっていう、すごい歓喜を待ってるわけですね。で、どれぐらい高いか、その高さもすごいなっていうことに解説をしていて、京都で言うと、あの比叡山でかいでしょ。あれの20倍の高さなんだよと言っていて、まあすごくすごいんだ、とにかくすごいんだと言っている、まあ主人公がすごく気分が上がっているシーンです。京都で失恋をして、でうつうつとした気持ちでね、愛知静岡と旅してきましたけども、ここに来て富士山を見てすげーってなったというシーンでございます。さあ今度は東京のお話です。静岡から東京にまた歩いてきて、そして千葉県との境の、隅田川ですね。今もその、川残ってますね。隅田川でのお話です。ずいぶん遠くまで来て、隅田川のほとりに座ってですね、また華やかな京都と愛しい、人たちをね、思い出しながら思いを馳せていたんです。そして当時の隅田川っていうのは橋はなくて、船で渡るしかなかったんですね。結構水深も深いので、泳ぐとかと、ね、裾をまくり上げて進むとかはできなかったので、船をね、渡す船頭さん、船の頭っていうのを見てですね、こう竿でね、船の底、川底をこうやってつつきながら進むわけなんですけれども、その船頭さんがね、ちょっとせかすんですね。早く乗らないと日が暮れてしまうぞというふうにね、いるんですね。で、それでも旅の一行はですね、もう京都からこれ以上離れるのか、もう辛くてしょうがないということで、いまだ川を見ながらね、こう思いを馳せていたところなんです。そこに川にですね、鳥が現れて、魚を食べているという状況がありました。その鳥をよく見るとですね、白い鳥なんですけれども、くちばしと足が長いという鳥ですね。で、こんな鳥京都で見たことないなということで、船頭さん、これどういった名前の鳥なんですかって聞くと、都鳥ですって答えられるんですね。で、都鳥が、なるほどと思って、主人公が、じゃあちょっと一つ読んでみようかという
ことでおもむろに読み出すんですね。それが何しおわば、いざこととわん都鳥、我が思う人はありやなしやと、その名前を持っているならば、都っていう名前を持っていますから、都の状況わかるんだろう君、じゃあ教えてくれ、僕らの思っている、愛しい女性たち、そして家族とかね、みんな無事なんですか、それとも楽しく暮らしていますかっていうのを聞きたいという歌を聞いて、周りの旅の一行のみんなはですね、とても本当にそうだと共感して涙を流してしまったという歌なわけです。さあ、ここまで4つお話ししてきましたけれども、いかがだったでしょうか。失恋失意のもとに、京都から旅立った青年ですけれども、愛知静岡とね、すごく旅の辛さ寂しさっていうのを味わって、そして富士山のところに来て、その壮大さ、雄大さに出会って、そして隅田川、東京のですね、そして、都鳥を発見したみたりとかしてね、旅の楽しさっていうのもちょっと伝わってくる旅だったんじゃないか、お話だったんじゃないかなと思います。さて、この青年、失恋していたはずの青年どうなるのかっていうと、次の話では新たな恋をするんですね、東の女との恋、はい、それはまた次の話ということになります。ありがとうございました。